さんこんにちは。国際薬膳講師の10名こと久美です。早いものでそろそろ1年も終わりに差し掛かってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。これから忘年会やあと年明けの新年会などお酒の席が増えるという方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。でも本来だったら1年で一番疲れているはずのこの時期に内臓をゆっくり休めなきゃいけないはずなんですよね。ただ1年の頑張りを、ねぎらうお酒の席がこうなくなるのはちょっと寂しいので、乾杯をみんなで楽しくした後は体のケアをしっかりして、ダメージを最小限に抑えるようにしましょう。そこで今日は飲んだ後に、疲れがちな肝をいたわる、そんな材料であるアサリをたくさん使った肝をいたわるアサリそばをご紹介します。それでは材料のご紹介です。アサリ、こちらは砂抜きしたものです。そば、手羽先、海苔、シナモン、カルダモン、八角、昆布、干し椎茸、玉ねぎ、塩、アワビエキス、こちらはオイスターソースで代用しても構いません。干し貝柱、生姜、ニンニク、ナツメです。それではまず洗った手羽先の骨の際に出汁が出やすいように切り込みを入れていきます。次に2リットルの水を入れた鍋に手羽先、玉ねぎ、にんにく、生姜、昆布、干し椎茸、ナツメ、カルダモン、シナモン、そして八角、干し貝柱を入れて加熱します。これくらいになったら火を止めてザルでこします。それではこしたスープを鍋に戻し、砂抜きしたアサリを入れていきます。そして貝が開いたら塩とアワビエキスで味付けして完成です。あとはそばを時間通りに茹でて器に麺、スープ、アサリ、海苔を乗せてごま油を垂らしたら完成です。それでは飲んだ翌日に食べたい肝に作用するアサリたっぷりの薬膳そばをいただきます。アサリから出た旨味にスパイスやナツメなどの旨味も重なってすごく深い味わいです。とても美味しいです。アサリをはじめとしてサザエやシジミ、アワビ、ホタテ、カキなど貝類には肝を補ってくれる作用がありますし、またその中でも体の余分な熱を下げてくれる清熱作用を持ったものが多いので、アルコールをたくさん取った後はぜひ貝の料理をいただいてみてはいかがでしょうか。今回は体の熱を下げてくれるそば粉を使ったおそばと合わせましたが、お米を使ったフォーでも美味しいですし、ラーメンでも、あとはお雑煮のベースにもなるので、ぜひいろいろとアレンジして使ってみてください。これからも10名の薬膳チャンネルでは季節に皆さんがなりやすい体調不良やあとは体質別に合わせたいろいろな薬膳料理をご紹介していこうと思っているので、ぜひご覧になってみてください。
あと Apple Podcast や Spotify でも10名の薬膳ラジオを聞くことができるようになりました。ぜひそちらも合わせて、お聞きになっていただけると嬉しいです。